ベンツェル・アントン・フォン・カウニッツ・リーは、オーストリアの政治家。モラビアへ移住した、ドイツ系ボヘミア貴族である、第三代カウニッツ・ハクマクシミリアン・ウルディーヒの19人の、この一人として、ウィーンで生まれた。エクスラ・シャペルの和平会議で頭角を表す。1750年から1752年の間、中フランス大使になって、パリでの人脈を築く。1753年に、 ウィーンに戻り、1792年まで最小を務め、マリア・テレジアとヨーゼフ二世の二代に仕えた。1756年に、ベルサイユ条約を結んで、フランスを味方に引き入れ、プロイセンを孤立させる、いわゆる外交革命を実現させた。七年戦争において、プロイセンから、主霊支援を奪回することはできなかったが、この結果ハプスブルク家とフランスのブルボン家との長年の、 対立が緩和され、1770年にマリー・アントワネットのフランス王家への腰入れにつながった。当初フランス政府はマリー・アントワネットの受け入れには消極的だった。7年戦争におけるイギリスとの植民地戦争に完敗したフランスは、その敗因がハプスブルク家との同盟にあったからだと考えていたためである。これに対し、中仏大使の努力や、 新疆国プロイセンに対抗する意図、カウニッツの対イギリス不信などが重なって実現した。第一回のポーランド分割に際しては、ヨーゼフ二世と共に賛成して、マリア・テレジアの反対を押し切って参加。国内では、国境界の確立と啓蒙的な改革を実行した。1792年、レオポルト二世が死去して、フランツ二世が即位すると、職を辞して引退した。 その2年後、ウィーンで死去した。ありがとうございます。